はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もトリスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。ということで、TM 終わってね、今日からボスバトル、たった今からね開催されました。GP から始まって、前回の TA、 そしてね、今回のボスバトル、至るデザインをねゲットできるイベントとしてね、3つ目のイベントが始まりました。GB からねずっと続いていて、確かにね疲れてる方たくさんおられると思いますが、まあね売り金で楽しんでいきましょう。ということで、今日の動画は、今回のねボスバトルについての概要をね詳しく把握しながら走っていこうということで、お知らせの方をねいくつか見ていこうと思いますが、こちらですね、お知らせ。まずこちらのねログインボーナスっていうものがね今回も来ました。11年無料カーオーダーチケットですね。前回ですね、こういう風にね、内容が一新された11年無料カーオーダーがね今回もいただけるということですね。さて、今回始まったボスバトル、いくつか来てますが、その前にこの3月チケットオーダー、これも見ていきましょう。はい、 XDA の方はロードスターのね NC ですね。これまだね星7にできてない方、とてもね嬉しい内容かと思います。そしてもう1台は、フェアレディの 240Z、 こちらですね。この2台が、3月のチケットオーダーの中身となっています。XDA のねロスターですね、こちらとてもねかっこいい車両になっていますので、まだね星7完成できてない方はぜひこのチャンス狙ってね集めていきましょう。そして今回のボスバトル2つね来ています。これ見ていきましょう。はい、こちらたった今から始まりましたボスバトル、箱根ドリフト、おとぎ増し、鬼面あり東方より来たるということで、開催日時は昨日もね動画にしていきましたが、本日25日14時から3月9日22時59分までとなっています。そしていつものように中間ランキングがあって、3月2日から23時にねエピソード追加ということになっています。注目車両やね仲間については後ほど見ていきますが、今回も GTR チャンスチケットというものがありますね。 30%、10%、5% の確率で、この R35 プレミアムエディション MY20 がゲットできるというものになっています。そして今回もレベル101ボーナスバトルで、昨日もねご紹介したこの2人ですね、キビツとシノブ、この2人ですね、この2人をゲットすることができるということですね。レアドロップするという形になっています。さて、それでは大事なねこちらイベントの注目車両や、仲間を見ていきましょう。最上位ランキング報酬は、もちろんね先ほどもお話ししたこちら2018日産 GTR50 by イタルデザインということで、SVJ ですね、あの車両に負けず劣らずステータスの2つぐらいだったかな、こちらの方が高いところもあってですね、まあある意味最強の車両2台になるのかな。 SVJ とこのイタルデザインっていう車両がね、こちらの車両が今回も、GPTA に引き続き最上位ランキング報酬として設定されています。そして上位ランキング報酬はこちらですね、去年リアルでもねとても話題になった、Z のプロトタイプ、フェアレディ Z プロトタイプというものが、上位ランキング報酬として設定されています。こちら星6で戦闘力572となっています。はい、そしてこちら各種オーダーでですが、とてもね、皆さん興味を持っておられる車両でもあると思いますが、ハイスペックですね、ロードスターの ND のハイスペック、クリムゾンダガーなんですかねこれね、皆さん教えてくださいました。これダガーと読めますね、確かに。はい、ハイスペックのクリムゾンダガー、このマツダの ND、戦闘力星6 571で登場ということです。そして ER34 が来ました。 25GT ターボ2ドアの ER34、 まあ脱速になりますがカラーリングが黄色ですよね、2ドアの ER34 の、純正色ということで、まあ、2ドアだからこそのこのカラーなのかな、ツイッターの方で教えていただきましたが、まあ、そういう細かい情報などね知っておられる方もいますので、とてもね勉強になります。やはりね車好きの方っていうのはとてもね詳しい方が多いです。はい、そして注目仲間の方は、レベル101ボーナスバトルで仲間が
テアドロップということで、先ほども見てきましたが、このシノブそしてキビツとなっています。こちらシノブの方は星音でパワー、もちろん、効果はスーパーニトロとなっていて、キビツの方は星3、そしてテクニック効果は、愛着度が増加するとなっています。はい、そしてピックアップゴールドオーダーの方でゲットできる仲間の方はスクナですね。スクナ、発音合ってるかな、スクナ、星4スピードで、こちらもスーパーニトロとなっています。そして坂田、こちらは星3で、こちらはコインが増加するということですね。パワーとなっています。今回はね、注目仲間レベル101でのレアドロップの中に星4そしてスーパーニトロがあるので、これはねぜひゲットしたい仲間ですよね。まあこの仲間星4といえど、やはりボーナス効果っていうのはこのねガチャの星4と変わってくるのかどうか、そこら辺も含めて見ていきましょう。はい、こちらですね、ボーナス効果詳細見ていきましょう。はい、もちろん車両でのボーナス効果代はこのロードスターのハイスペッククリムゾンダガー、ポイント増加率、スタミナ削り率が 100% アップということですね。そしてボーナス効果中が先ほど見ていったこの ER34 50% アップということで、そしてボーナス効果小、こちらね先ほど見ていった3月チケットオーダーの中にも含まれている XD のロードスター NC ですね。こちらが小ですね、 20% アップということで、こちら僕も持っているので、これでねとりあえず走っていこうかと思います。まあね、このハイスペック車欲しいので、もしかしたらガチャ回すかもしれません。はい、仲間の方は、はい、効果中が、ガチャの方でゲットできるスクラですね、星4のスーパーニトロでしたね。こちらが 50% アップということで、はい、こちら素晴らしいですね。こちらも星4のスーパーニトロで忍ぶですが、こちらね先ほども見ていった通り101レベルでのボーナスバトルですね、そこで勝つとレアドロップする仲間ですので、はい、レアドロップした仲間でもこれ 50% アップするということで、これはぜひゲットしたい仲間ですし、もちろんねこのイベントを走る上でこの仲間をゲットして途中からでも挽回という可能性もありますので、ぜひゲットしたい仲間ではないでしょうか。はい、そしてボーナス効果小はこちらもね、ガチャでゲットできる星3の仲間、そしてやはりねレアドロップでゲットできる仲間、それぞれちゃんとねボーナス効果 20% つけてもらえるということなので、やはり、まあ、ガチャでゲットしてね最初から頑張って走る方もおられれば、途中からね、レアドロップでゲットできるこの星4星3の仲間をゲットして、途中からポイントアップを狙っていこうという方もおられるかと思いますので、ぜひねこちら仲間の方ゲットしていきましょうという形です。さて、それではいつものように撃破ポイント報酬とランキング報酬を簡単に見ていきましょう。まず撃破ポイント報酬の方は、3月イベントチケットがちゃんといただけて、そうですね、ホイールチケット今回ね新しくなりましたよね、それもいただけますし、まあ、ガソリンやメダル、まあ、プラチケもあって、最後が大事ですよね。はい、ありました、メダルもね30万ポイントで、ゴールドをゲットして1個1万ポイントごとに10メダルをゲットできるということなので、ぜひね、この機会に集めていきましょう。さて、ランキング報酬ですね、こちらいつものようにこの中間ランキングというのはプラチケや、会社交換許可券またはメダルをゲットできるという形です。順位に応じてそれぞれの枚数をいただきましょう。さて、最終ランキングですね、こちらやはりイタルデザインは10位100位ですね。はい、やはり100位までの方がこのね2018日産 GTR by イタルデザインをゲットできるということです。そして今回の上位報酬車 Z のプロトタイプは3000位ですね。はい、3000位までの方がこの Z のプロトタイプをゲットできるということです。はい、そしてこのね GTR チャンスチケットというものがありますが、1000位までの方が 30%、 そして1001位から5000位までですね、5000位までの方が 10%、 そして5001位から1万位までの方が 5%、
のチケットをゲットできるという形になっています。はい、ということで簡単にね見ていきましたが、動画冒頭でもお話ししましたが、そうですね、このイタルデザインが実装されるっていう発表があって、まさかね GP のタイミングで来ると思っていませんでしたが、 GP そして前回のタイムアタックときて、今回のボスバトルということで、皆さん疲れておられるかもしれませんがね、狙っておられる方はぜひ頑張ってゲットしてみてください。そしてまさかのタイミングというかね、あのプロトタイプがねこのタイミングでトリスピの中に来るっていうこともね、予想僕はできていませんでしたが、欲しい方もおられるかもしれません。ぜひねゲット頑張ってください。そして GTR チャンスチケットの方もね、まだね GTR いろんな GTR があってゲットできてない車両もその中に含まれていると思いますので、パーセントチケットぜひゲットしてね当てていきましょう。そして3月チケットオーダーの中には、ロードスターのね XDM 含まれていましたので、そちらもねまだ星7完成していない方がおられればぜひ星7を目指していきましょう。ということで、今回のボスバトルも無理金で皆さんぜひ楽しみながら走っていきましょう。はい、ということで皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。